で、ね、まあ、子供やったら、そんな同調和音的な、同調圧的な、その、文学的、フュージョンにおける和音的な和音階で、おとなしくなるかもしれない。寝るかもしれない。でも大人はすごい寝た後さて仕事の続きやろうかなって言って、軍用物資の手配の仕事続けたり、兵器の部品や、そして、お客取引の仕事続けたりするわけだ。なんで？じゃあそこに就職してそこで働いてるから。なんでそんなところ？興味もそこしか送らなかったりと思うし、ちょっと自分の能力を生かそうと思ってって。そこが一番高く買ってきたし、自分はその業界なら自分の能力を最大に生かせると分かった。例えばうちやったら、自衛隊の、幕僚統合本部が、鼻 の能力が一番生きる。もし自覚してたら怖いよ。君らなんてどう思う？そうかもしれないけど、別の業界についてる。ああ、そこなら2番目の能力を生かせる。それでいいでしょう。なんか5番目よとか、なんかわけわからんなしちゃって。どれ？わけないよ。うちが行くとしたら戦場の最前線です。でしょ？最前線であんまが白衛戦で武器持って戦ってても戦争なんかストップするに決まってるでも戦争せなあかん理由があるんでしょって言ってんの。ほな死なさいよって言ってんの。あ、戦争やめさせるときはあんまが最前線で刀振り回してあげるから。いや、でも戦争なんか終わるから。でしょ？その場に解決するのあかん問題解決してよ。アマが最前線で戦死するなりなんなりするのは一番最後でしょ？その時は絶対戦争なんか止まるから。生きては死のう。あ、アマがやばいって。まあみんなさすがに動いてきて。アマが戦死した世界がいるから。やめようぜ。あいつ一人にして別の人で戦争しよう。さっきの歌の話でしてんから。どうしても戦争さなあかんねやろ。それは、給料もらうため。そんなんで給料もらわないで、お父さん辞めて別のことで給料もらって。あ、そうか、じゃあお小遣いくれる。なんで？お小遣いお父さんが私にくれるんでしょ。だから給料いる。だからそこで給料もらわないで、軍事で給料もらわないで。軍事じゃない、兵器に使われてる部品だ、自動車に使われてる。寝る時間間違えた。何時代なら戦争ないんだ。何時代？なんか核兵器時代？兵器作っとく。ボーイングの事件も、日本でもう一度航空機を、国産の航空機を作りたいか。ところが、アメリカは、また日本がゼロ戦を作る。と思った。当たり前の作れるようになるから。それはさ。じゃあ日本は飛行機作らなくていいじゃん。飛行機でもやってていいじゃん。なぜ？飛行機じゃ乗らなくていいじゃん。日本国の飛行機で移動しないといけないから。ここに来たいんだ、留学したいから。その留学する国は平和憲法なんかないぞ。あ、そっか。こんな会話は、もう1970年代からそうね。ん？今、これ、この程度のレベルもある？今のあなた方の。飽きそうよ。あなた方、どんどん退化していってるから。
安倍昭恵さんが戦争はむしろ人間を鍛えるが内心の多い方と、ああ、そうかなと。強くて優しくて真面目でまともで勇気があって悪びれず恐れず政府のために戦う人たちがまた現れるのかイナルワンタジーでも大阪で開かれたのも開かれたのもそしたら小学校になって子供たちがアイナルワンの戦争を死んで一番大きい喜び女の子が、すごい殺したのか、おいしそうな、戦士の、鎧の姿で戦士。この子たちから戦争を奪ったらあかんかったなって一応思って、この子たちは、悪魔国の悪くて弱い兵隊やったか。今もワクワク違うし、全部無理だよ。で、最後歌ですか？もう無理を着せられたくないから、歌で戦争するんですか？うちも歌をアップしたよ、YouTube に。すぐアメリカの軍服を着た人たち、プロフィール写真をね、軍服を着たり、軍人やってる人、作戦コードまで教えてくれたね。アジア系アメリカ兵ですけどね、ブラックですとか、教えてくれたよ。次の作戦について知っちゃったんやからな。それはいいとして、その作戦を行う。楽しかったですよ。もうあなたの笑顔見ていたい癖になりました。アメリカのアジア系アメリカ系のあんなの笑顔見て、あなたは笑顔で入れていたら安心して戦う。戦死しても地獄に行かないとなかったってさ。自分が死にたくないから平和の歌を歌うんですか？もっともらしいけど、もっともらしいだけ。もうらしいが嫌やな、うち。成長しないじゃない。それなら平和の歌を歌わない方がマシ。それなら暴走族のふりしない方がマシ。私はもう嫌。つもりくんをつもりつもって埋もりくんになる。その埋もりくんがまた何かを苦しめるの？自分が埋もりくんなの？つもりくん続けて。どん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 嘘が詰まっていくじゃないの、その体に。嘘を詰めないと真実が素直な歌に。どんな真実？安くない？安い真実でしょ。見たくない真実なんて安い真実に決まる。自分が傷つきたくないことを美化しないでほしい。傷つくのが真実。もう傷つきたくないなら、あなたたちの進化は止まった。
傷つけた、自分は傷つけた、それはあなたたちがされたことを、本当にあなたたちがされたことを許さないこと、それと自分は傷つけたくないこと、人を傷つけてきた人生、気づいて今度は人に傷つけられる、そいつはもう傷つくことなく俺たちを傷つける、それに気づいて必死で俺の人を傷つけ、自分を傷つかない、それを理解して自分たちを弱くせたしてないかな、喧嘩的から戦争を起こす、でも真理なんだ、積もり積もって戦争、じゃあそのアメリカ軍の兵士も誰のために戦争に行くの、足だけアメリカ戦なぜイラクを見た、僕を攻撃するために、うん、そう、そのアジアが中国だったら中国、そのアジア系アメリカ人は何人だったのか、中国系かもしれないね、それもイスラム世界に対する戦略に参加できる、豆柄を持って豆を見るっていうのは中国の個性だけど、もし中国は超大国、そしてアメリカ系中国人にアメリカを空爆させるかな、アメリカの持ってる豆を見るだと、もちろん時代もあるでしょ、ね、今戦争を防げますか、もちろん時代もあるしているな、自分が生きてる間だけ戦争を止めたいの、自分の歌が流行ってる間だけ、その後戦争の時代はあるの、滅亡すると思ってたの世界、そんな簡単に滅亡しないで、今戦争が始まったら少なくとも50年続くの、グローバルが完成したから少なくとも50年続く、今までの体制はまだグローバルが完成してなかった、だから終わるやつ、数年で終わるやつだったのね、ひょっとしたら200年続くかもしれない、グローバルだから、ね、そのグローバルに僕の歌を、私の歌を流して英語の歌、歌が流れたその瞬間爆弾の飛び方、たった一発のオーダーの気になる歌って、あとはニュースを見て、分かってないな、こいつら。っていうの、ニュースすら見ない。世界平和ですよ、ありがとうって言ってしまうから、どっかでバーンって爆発を見て。乗ってるかー、盛り上がってるかー。それはね、拍手、木村美さんの歌に拍手が鳴ったの、その拍手の瞬間どっかで炸裂したかもしれない、だから平和の種も男性も拍手もあひなとも入れれないね、
失礼します。